皆さんこんにちは。日本の女性アイドルである本田仁美さん。今回は本田仁美が韓国移籍の真相と極秘結婚したと言われる理由や、元 AKB48 で活躍したアイドルが韓国で再デビューを選んだ本当の理由について紹介します。まずは本田仁美の履歴とプロフィールから紹介します。本田仁美さんは日本の女性アイドルです。現在は日韓合同グループアイズワンのメンバーとして活動しています。全国のファンからはひーちゃんの愛称で愛されています。本田さんの日本の所属事務所は株式会社 AKS です。韓国ではオフザレコードエンターテイメントという芸能事務所に所属しています。趣味はダンスで、プロバスケットボール B リーグ東地区チーム宇都宮ブレックスのファンであり、小学4年生から6年生までブレックスのチアリーディングチームブリクシーのチアスクールで活動していた。また同じく小学生時代の2012年から2014年には地元栃木県のインターネット放送局宮古テレビの子供の時間に出演をしていた栃木県出身の本田さん。そのため2014年に AKB48 チーム8では栃木県代表に選ばれています。また2014年12月には栃木未来大使に就任しました。栃木未来大使は栃木県知事が委嘱していることが知られています。地元の栃木テレビイブニングロックプラスではメインレポーターも担当。栃木県内のお役立ち情報を紹介する番組として人気です。2017年には AKB48 チーム B を兼任することが発表された本田さん。しかし劇場公演に参加することは一度もありませんでした。2018年には AKB48 53rd シングル世界選抜総選挙で82位に、世界選抜総選挙では初めてのランクインとなりました。そんな本田さんはスポーツが大好き、プロバスケットボールチーム栃木ブレックスのファンであると公言しています。またダンスの実力が多方面で評価されています。小学生時代には栃木のチアリーディングチームブリクシーで活動していたようです。2018年に出演したオーディション番組プロデュース48では日本人参加者の中で唯一ダンススキルを認められました。厳しいと有名なトレーナーからも評価され、 C クラスから A クラスに再評価されています。そして厳しい審査を勝ち抜き、デビューメンバーに日韓合同グループアイズワンのメンバーとしてデビューすることになりました。本田さんは2018年11月に発売の AKB48 のシングル No Way Man で選抜メンバーに選ばれています。本田さんにとって初の選抜曲がこのシングルです。2018年の世界選抜総選挙では82位にランクインしたり、在籍する AKB48 チーム8ではトップクラスの人気を誇る本田さん氏ですが、AKB グループ全体で見ればまだまだ無名の存在でした。そんな彼女はなぜ韓国で人気が高いのでしょうか。本田さんの韓国での人気の理由について解説したいと思います。本田さんのダンスの実力は韓国内でも高く評価されています。厳しいことで有名なダンスの先生からも実力を認められるほど、ダンススキルだけなら A 評価を上げても良いと絶賛されています。実はもともと AKB48 チーム8内ではダンスができるメンバーとして実力を高く評価されていました。だからこそ実力を重視する韓国ファンの目に留まったのではないでしょうか。本田さんはプロデュース48でダンスや歌に取り組む姿勢を高く評価されていました。本田さんは韓国内で可愛いと絶賛されています。特に声が可愛いという声が多いようです。本田さんは明るくて癖が強めな性質なのでかなり目立つんですよね。それが韓国での人気につながっているではないでしょうか。個人的には本田さんは唯一無二の性質だと思っています。海外では本田さんのルックスを絶賛する人が多いです。本田さんの日本的な顔立ちが受けているとか、また彼女のチャームポイント、ほっぺたも可愛すぎるキュートと大人げなんですよ。例えばグループバトルの練習では誰よりも早く振り付けを覚え、他の練習生たちに指導しています。そんな姿勢が韓国の音楽ファンのハートをつかんだのではないでしょうか。プロデュース48放送時には本田さんのルックスがワナワンのジェファンさんに似ていると話題になりました。以降一部のジェファンさんファンが本田さんを応援するようになったとのことです。元 AKB48 の本田仁美が
ジェジュングが設立したマネジメント会社 INKODE より10月にデビューする新人ガールズグループ聖マイネームに所属すると、9月13日に発表された。同日、ホンダが自身の X を更新しコメントした。1月28日に AKB48 を卒業し休養していたホンダは、後ろ姿のビジュアルを添え、お久しぶりです、ホンダひとみです、こうして再び皆さんにご挨拶できることを心から嬉しく、喜びで胸がいっぱいですと嬉しさをあふれさせ、所属を発表した。韓国語と日本語の2つでコメントを発表し休養中、皆さんからいただいたメッセージは全て私の元に届いていました。一つ一つの温かいお言葉が私にとって前に進むための大きな勇気となり励みとなりました。私を信じて待っていてくださり本当にありがとうございますとファンに感謝。芸能活動10年目の節目に、今後自分は何をすべきなのか、何がしたいのか、来る日も来る日も悩み考え続けましたと胸の内を伝えるも、そんな中新しい気持ちで成長していきたいという思いがどんどん大きくなり、夢を諦めずにこれからも挑戦し続けることを決心しましたと再デビューすることを決断した理由を説明した。関係者やファンへの感謝を再度述べ、初心を忘れず新たな姿をお見せすることを約束し、数多くの夢を共に叶えていけたら嬉しく思いますと意気込んでいる。また本田仁美が2024年1月26日神奈川パシフィコ横浜国立大ホールで本田仁美卒業コンサート夢と希望に満ちた道を開催した。終演後には報道陣の囲みの取材に応じ、恒例の恋愛解禁の質問などに答えた。恋愛解禁の質問には、本当にやりたいことがたくさんあるので、やりたいことを一生懸命やって少し余裕が出てきたらそういうことも視野に入れていきたいかなと思いますと回答。私の周りに最近結婚されてる方が多くて素敵だなって思いますと言いつつも、結婚願望については自分がっていうのはあまりまだというか全く考えていませんときっぱり答えた。本田は28日に東京秋葉原の AKB48 劇場で行われる卒業公演をもって約10年間のアイドル活動に終止符を打つ。日韓合同グループアイズワンのメンバーとしてデビューした本田さんですが、韓国内での反応はどうだったのでしょうか。韓国の反応を調べてみました。韓国では本田さんの活躍を純粋に応援している人が多いそうです。アンチと言われる存在もあまり多くないとか、きっと本田さんの物事に取り組む姿勢やダンススキルパフォーマンスなどがしっかりと評価されているのでしょうね。本田さんの韓国デビューを日本のファンはどう思っているのか、ツイッターでの声を調査しました。ひーちゃん遅くなっちゃったけど、いぞねデビューおめでとう、ますます美人さんになってて本当に最高すぎる、スキピいつも動画見てひーちゃんの頑張り見てます、2年間頑張ってね、ずっと待ってるよ。日本では本田さんのデビューを喜んでいるファンが多い印象です。私が調べた限りでは韓国デビューに対して否定的な意見はほとんどありませんでした。韓国では本田さんの韓国語が絶賛されているようです。特に発音が可愛いとの声が多いとのこと。仕事の休み時間などを使って韓国語の勉強を頑張っているそうですよ。仕事も韓国語も頑張ってスキルアップしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。